私がやったことにすればいいんでしょう。そう言わせたいんでしょう。満足ですか。私にこう言わせたかったんでしょう。これがあなたの復讐なんでしょう。19年前の男、この中にあの男の手先が混じっているはずです。あの男はあなたたちの誰かを通じて今のこの私を嘲笑っているでしょう。なら伝えなさい。これで気は晴れましたか。19年間あなたを苛んだ痛みと苦しみを少しは言えましたか。ようやく私は分かりました。私をここまで追い詰めたのは、それを認めさせたかったからですね。夏日さん、私たち以外に部外者は一切存在しません。意もしない人物がさも存在するように振る舞うなんて、往生際の悪い芝居はやめてください。やっと直接的な言葉で罪を認めましたね。いいえ、昨日今日の事件のことではありません。19年前の殺人について告白します。今から19年前、私は罪を犯しました。許せなかったのです。その赤ん坊が。赤ん坊？今さら何の話ですか。19年前のあの日、私はお父様より一人の赤ん坊を託されました。いつまでも後継ぎを見守ることのできない私に、ならば養子を迎えようとお父様がおっしゃり、施設から連れてきたという一人の赤ん坊を私に抱かせたのです。それが私にどれほど女としての屈辱を与えたか、
想像がつきますか。シオニとともにバラ庭園から船着き場の方へ散歩に行った時でした。私は一人になりたかったのですが、赤ん坊を連れたその使用人の女は律儀に私の後について回りました。一人にしてくれとさえ言い出せず、だから赤ん坊の泣き声から逃れられず、その日より19年間、私を苛む長き頭痛の日々の始まりに埋めていました。そして昨夜崖を望む遥か眼下の岩浜にこの赤ん坊を放り捨てることで全てなかったことにできれば、その悪魔の誘惑を私は確かに聞きました。そしてそれが本当にできたらどれほど素晴らしいかと、その誘惑にほんの一瞬耳を傾けてしまったのです。その時赤ん坊を抱いた使用人も大きな石を踏んで足をくじきよろめいた。そして粗末な柵に寄りかかり、その時柵が大きくきしんだ気がした。私は危ないと言いながら肩をつかもうとしました。いえ、そんな曖昧な言い方はしません。懺悔します、告白します。私はあの時確かに危ないと言いながらその使用人の肩両手でどんどん強く押し飛ばしたのです。粗末な柵は根元から折れ、使用人とその手に抱かれた赤ん坊と一緒に眼下の岩浜へ転落していきました。その瞬間のこと鮮明に覚えているのに、なぜか曖昧でとても不思議な気持ちだったのを覚えています。転落したというより、まるで何もない宙に二人が音もなく飲み込まれて消えたようにさえ感じたのです。だから私は二人が岩浜に落下した音さえ聞いています。いえ、きっと聞いているのです。でも消えたと思い込みたかったから、その聞いた音を記憶から消し去ってしまったのです。それから私は一瞬これが夢だと信じました。あの高さですから、ちょっと身を乗り出したくらいでは眼下の二人は見えません。だから二人が落ちたことさえ、ほんの数秒前のことさえ現実のことなのかわからなくて、きっと私はここから赤ん坊が落ちればいいのにと願いすぎて白昼夢を見てしまったに違いない。そう自らに思い込ませ足早にバラ庭園に戻り、赤ん坊は使用人に任せ、私は一人ここで休んでいたことにしました。そしてお父様に赤ん坊はどうしたのかと問われ、任せた使用人の姿が見えないと、一度に二人もの罪なき命を奪ったのです。気の毒な使用人については遺族に十分なねぎらいをしました。真相を知らない老いた夫は不幸な事故を嘆きつつもそれに納得してくれました。そしてほんの数年前老衰で亡くなり、
私が墓前で真相を告白し謝罪しました。しかし私は今日まであの赤ん坊に謝罪したことはありません。それがあなたの目的でしょう。だから私は今ここで罪を告白します。後宮夏日は19年前にあなたを崖から突き落として殺そうとしました。でもあなたは死んでいなかったのですね。こうして生きていて、それでも私を母さんと呼びこの島へ帰ってきて、こうして復讐をされたのですね。あなたはこの19年間母と呼ぶはずだった私に突き落とされたことを知って、そしてあなたは私があなたを突き落としてから経た18年間の人生をこうして全て打ち壊しました。もう私には愛した夫も娘もいません。そして私には名誉もなく、こうして人殺し呼ばわりされた。いえ、本当に人殺しですものね。ええ、そうです。あなたの目論み通り、私は今や人殺しとみなされています。そうですか。復讐にはこれで十分です。夫と娘を殺す人殺しの汚名を着せられ、不敬の汚名まで、こうして生き恥をかかされる私を見てあなたは満足ですか。さぞや満足でしょうね。私、家族、名誉も全て奪い去ったのですか。この後に及んでまだ濡れ衣だと言い張るんですか。まったく、あなたは本当に往生際の悪い。聞こえていますか。19年前の呪われた赤ん坊、これで満足ですか。あなたは私から全てを奪いました。まだ何か足りないというのですか。私は許した。ダメだな。バトラさん、何か言いました？全然ダメだぜ。バトラ君？ああ、ダメだな。全然ダメだぜ。